こんにちは。私は富山から来ました。富山には石川県に北陸電力が作っている原発があります。その北陸電力の本社が富山にあります。私たちも毎週水曜日に、去年の6月からずっとですね、毎週水曜日に北陸電力に対して、もう原発をやめろと、志賀原発をすぐに廃炉しろということを訴え続けています。昨日ですね、全国の皆さん、仲間とともに再稼働阻止全国ネットワークというのが結成されました。私たちもその一員に加わっています。北陸電力には志賀原発を動かす資格なんか全くありません。原発の真下に活断層があるんです。このことはもう20数年前に原発が作られるときに私たち反対派が指摘してきた。そのことを悔し涙で、そしてその工事を見送ってきた人たちがいっぱいいます。今起こったことじゃないんです。ふざけるんじゃないと私たちは言っています、思っています。志賀原発はもう全然いらない。1年8ヶ月3月11日に志賀原発は止まりましたけれども、これはあの福島の事故によって止めたんじゃないんです。北陸電力の不手際、未成熟な技術、そして原発そのものの問題によって止めざるを得なくて止めてしまったんです。それが3月11日でした。くしくも同じ日です。だからこれは私たちにとっては一つの大きな意味を持っています。北陸電力に原発を止める動かす資格はない。もう志賀原発は廃炉しかない。それを私たちは毎回言ってます。志賀原発は廃炉しかない。大井も廃炉しかない。全国の原発は全て廃炉しかないんです。一緒に頑張ります。